野吹美奈子のラフラフ。皆さんラフラフ、今夜も始まりました。ことぶきみなこのラフラフ、パーソナリティのことぶきみなこです。この番組はカジュアルという意味のラフと笑うという意味のラフをモットーにお送りすることぶきみなこの自然体ラジオプログラムでございます。こんにちは。2月ということで、2月最初のラフラフになりますね。もうあっ、そっか、2月ちょっと短いから、なんだかんだこうやって言っててももうあっという間に終わっちゃいますねみたいになっちゃうんですね。恐ろしい。毎年こういうこと言ってますけど、本当に2月、1月から2月向けて早いですね。忙しい、みんな忙しい。でもなんと今回の2月9日は肉の日、イエーイ。そして服の日で、服の日でもあるということで、2、9がね、いろんな語呂合わせがあって、やっぱまあ服も着てほしいですけど、肉食べたいってなりますよね。美味しい肉、美味しい肉ね、食べたいよね。私あのローストビーフでね、本当にこんなに美味しいのかっていうのを、いつだったっけ、あのシンフォギアのライブの時にスタイリストのお姉さんからね、差し入れでいただいたんですよ。初めてですね、差し入れでローストビーフの塊もらったのね、もうこれあの1週間ぐらい持つからみたいな、好きな時切って食べてねって言って、本当にこんなに炭火を感じるローストビーフの塊ってあるんだっていうぐらい美味しかったんですよ。でそれからもう誰かのお祝いとかしたい時は私もそこのお肉をね買いに行くようになったぐらいお気に入りなので、またその肉をちょっとねどこかのタイミングで食べられたらいいなと思っております。お腹空いてきた。それでは番組始めていきましょう。ことぶきみなこのラフラフ、今夜も私らしくナチュラルにいきましょう。ことぶきみなこのラフラフ。もしもし、この間海外から友達来とってな、なんかいろいろ日本で見たいところあるんやけどって言って、え、どこ行きたいんって聞いたら、春日部の地下神殿に行きたいって言われて、どこみたいな、初めて知ってんけどって感じやってんけど、ほんまに実際見てみたら、これは地下神殿やわってめちゃくちゃ感動した。ぜひね、みんなにも一度春日部に、春日部の地下神殿に行ってみてほしいなって思ったよ。ちょっと、え、何それって、きっとこのリスナーさんもなってるんちゃうかな。調べてみてください。それじゃあまたね、バイバイ。さあ今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフ。さあ地下神殿とは何ぞやということで、こちらですね、防災地下神殿というものが春日部にありまして、これね、ちゃんとした名称としては首都圏外郭放水路ってやつなんですね。でその放水路の中を見学できるツアーがあるんですよ。約2時間ぐらいかかるんだよすごいでしょ。でその地下神殿を見に行くためには、百何十段の階段の上り下りが自力でできる人しか行けませんっていう、まあ一応ね事前説明があったりとか、もしもここで携帯を落としてしまっても保証はいたしかねますみたいな、なんかそういうのとかの同意書みたいなのもいっぱい読んでね書いたりしなくてはいけないんです。だけど実際その行ってみて、こんなすごい場所が日本の地下にはあったのかっていうね。でまあこれのおかげで春日部のね、実際この地下神殿の近くには江戸川だったりとか他にもいくつかの川があって、台風とかが来ちゃうとやっぱりすごい川の、水が増えちゃって溢れちゃってとかっていうので被害が大きくなっちゃうのを防ぐための防水路なんですよ一応。なのでそれがどういう風にできたかとか、どういう理由で使われてるかみたいなものも勉強しながら、その地下神殿の中に行って写真を撮ったりすることができるっていうのでね、あーすげーみたいな、もう見上げても見上げても本当に6階建てぐらいかなの神殿のこう柱があるみたいな感じで、あーこの場所に今私いるのかっていう不思議なね、気持ちになりましたので、で人が作った
だなこれもって思うとまた凄さが増してくるので、ぜひとも一度機会があれば行ってみてほしいなと思います。ていうか、なぜそのね、外国の人はすごいそれを知ってて私は知らなかったから、なんか外国の人は結構有名らしくって、一緒にツアー回った人たちもほとんどの人が外国人で、なんか海外人気が高いみたいなので、機会があればぜひ行ってみてください。さあ2月はですね、いろんなね、もう時間がないぐらい忙しいよねって話してましたけども、イベントが本当に多い、だから忙しいのかもしれない。節分、バレンタイン、そして春ちゃんのバースデーもありました。先週のここ春でお祝いもしたのかな、どうなんでしょうか。バースデーガールおめでとう、マジことぶき。本当にね、まあこの時のタイミングではもうね、何かしらをプレゼントしていることでしょうが、今喋ってる私的にはまだ何にしようかをちょっと悩んでいますし、でもこういうタイミングでお祝いできたらいいのになっていう私のこうちょっと目論みはすでにあるので、それがうまくいっていたらいいのになって、うまくいってたらまたいろいろ話しますね。で、まあそうやってイベントこともある中で、学生さんにとっては本格的な受験シーズンということで、たくさんたくさん今まで勉強してきた自分を信じて、最後の最後まで頑張ってください。応援してますよ。ではでは、ここからはリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介したいと思います。まずはラフラフネーム吉岡さんからいただきました。ありがとうございます。みなちゃん、ラフ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 吉岡さん、バイバイブルース東京というイタリアンのお店が東京に出店されました。なんじゃこりゃ。このお店は10年連続でミシュランガイドの星を獲得したシチリアの名店で、内装も夕日が沈むシチリアの海をイメージした作りになっているそうで、とても気になっています。2016年3月2日にリリースされたことぶきみなこ10枚目のシングル、バイバイブルーというボーカルの伸びが心地よい疾走感あふれ前向きさが詰まったビタミン剤のような楽曲がありまして、タイトルとイメージがこのお店にぴったりなんじゃないかなと思っています。みなちゃんは最近行ってみたいと思っているお店はありますかと。本当だね、初耳、バイバイブルース東京ということで、これは行かなきゃでしょ。で、行ってちょっと曲流してほしいですよね。これ私の曲なんですけどとかね。んで、私が最近行ってみたいと思っているお店ですね、ちょっと調べたいと思います。あのね、もう行きたいっていうフォルダーを入れてるんですよ、いつも作っていて。もちろん食べログでね、行きたいっていう風にやってるのもそうなんですけど、なんかインスタとかでもとりあえずこれ行きたいっていうところに入れてる、まあ、焼肉屋さんはやっぱ多いですね、肉の日にぴったりですけど、焼肉屋さん、うん、とか、あとそうね、それこそ海外のお店も多いですね。韓国でこのお店行きたいなっていうのとかは、セリ、サムギョプサルとセリっていうあの野菜あるじゃないですか、あれを一緒に炒めて食べるお鍋みたいなのが美味しそう、鉄鍋美味しそうとか、あとあれですね、あのスノーピークさんの本社の敷地内に温泉と食べ物と泊まれる複合型リゾートが去年の4月にオープンしたと聞いたので、それもね、温泉好きとしてはやはり行きたいなと思うし、わあ、牛タンまとめとかもありますよ。あとラーメン屋さんね、ラーメン屋さんめちゃくちゃあります。今パッと出てきたのはこれどこだろう、どこにある、関西って結構ラーメン屋さん美味しそうなやつ多くて、ラーメン切り麺本店っていうので、あのつけ麺スタイルというか混ぜそばスタイルというか、うん、そういうのを冷やし麺で食べる、麺をひたすら楽しむ、もう具も一切乗ってない麺だけがこう入った器の中に入っていて、卵と多分タレがちょっとかかった麺ですね。これ美味しそう、こういうの食べたいし行きたい、もう止まりませんな。あ、またお腹が空いちゃうね、みんなでね、夜にまたお腹が空いちゃうということで、危険危険。では続きまして、龍崎哲さんですかね、ありがとうございます。みなちゃん、ラフラフ&明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も楽しい放送を期待しています、ありがとう。さて年末に
石原かおりちゃんの SNS でかおりさんがみなちゃんと YouTuber のかのんさんとでアフタヌーンティーに行かれたことを投稿されていました。なかなか珍しい組み合わせのようにも思うのですが、このお三方でご一緒されることになった経緯など差し支えない範囲でお話しいただければ嬉しいです。今年がみなちゃんやスタッフの皆さんにとって素晴らしい年になりますようにお祈りしております。追伸、私のところも年末に夫婦で箱根のホテルでアフタヌーンティーを楽しんできました。天風の写真はその時のものですと。めちゃくちゃ美しいアフタヌーンティーですね。すごい。しかも3段のね、あの重なってるプレートプラススコーンのプレートがあるっていう感じなので、結構ボリューミーのしっかりとしたアフタヌーンティーだったんですね。素敵、美味しそう。一番下のセーブリーも美味しそうだけど、2段目も3段目もプチプチサイズのケーキがね持っていて、素敵なお写真も合わせてありがとうございます。てつさん、これね本当不思議ですよね。もう私で言うと、もう何年前ですか、イギリスに行ったあたり、2020年の春ぐらいに結構いろんなところで言ってたんですけど、私はいつも YouTube 見てますみたいな、かのんちゃんの YouTube をよく見てますって、よく YouTube 始めてみてどうですか、なんか参考にしてる YouTuber さんいるんですかとか、どんなチャンネル見てるんですかって聞かれた時に、ずっとそのかのんちゃんのお話をしていて、いつかそれこそかのんちゃんもイギリスにいたから会えたらいいななんて心の底ではちょっと思ってるみたいな感じだったんですよ。ただ、まあ、実際イギリスで会うことはできず、2年と3年ぐらい、まあ、経ちまして、いろいろな周りの人たちのご協力のもと、なんと私が昨年2022年にかのんちゃんと初めましてする機会があったんですよ。それで実はかのんちゃんも私のことを知ってくれていたらしくって、作品を見てくれていて、でうわーってかのんちゃんと私でまず嬉しい、あ本当にかのんちゃんっているんだってなったし、お互いにこう話せばすごいずっと喋っちゃうぐらい盛り上がるみたいな関係になって、すごい嬉しいなって思ってた時に、実はそのかおちゃんもあのかのんちゃんのあの YouTube をよく見ていたみたいで、かのんちゃんもそれを知っていて、いつかそのかおりちゃんともお茶をしたいんだよねってかのんちゃんから相談をされたので、えじゃあ3人でさお茶しようよみたいな機会を作りまして、それで3人でヌンチャしてまいりました。すごいでしょ。私実はそもそもそのかおちゃんとご飯に行くとかも初めてだったから、新鮮でした。いつも現場で、やっぱ特にアイカツの現場とかで、現場で会ってはあーかおちゃんだとか、ライブですれ違ってかおちゃんかわいいみたいな感じで終わっちゃってたから、なかなかねずっと一緒に話すとかお茶をするっていう機会もなかったので、すっごい新鮮で、かおちゃんもすごくそれを喜んでくれて、でまた3人でもこうやってつながれて嬉しいなっていう風に思いました。それが簡単に話すと3人で一緒にアフタヌーンティーに行った経緯でございます。またね3人でも思い出いろいろ作れたらいいなと思っておりますので、なんかアップデート情報ありましたらお伝えしたいと思います。ことぶきみなこのラフラフ、続いてお送りするのはこちら、ようこそことぶきホール。都内某所にひっそりとあることぶきホール、ここは世界で唯一の独特を体感することができるホールです。私ことぶきみなこの独特な感性を存分に堪能することができます。このコーナーではリスナーさんから募集した〇〇といえばという質問に私が答えます。リスナーさんには質問と一緒に私ことぶきみなこが言いそうな答えを送ってもらっています。私の答えをリスナーさんが予想することができれば、リスナーさんのことぶきストランクが上がっていきます。ランク上位になると素敵なご褒美があるよということで、現在は初段が18人、2段が16人、3段が3人、4段が3人、5段が6人、6段が2人、7段が2人、9段が2人、10段、11段、17段がお一人となっております。すごいよすごいよ。そうそう、忘れないうちにね、10段になられましたゆうたさん、もしかしたらこのオンエアのタイミングでは住所送ってくださってるかもなんですけど、ことぶきストランク10段を超えたお祝いのハガキ準備しておりますので、ぜひとも住所を送っていただければ、ことぶきストランクのプレゼントとしてねポストカードを送りますので、ぜひとも住所お待ちしております。
では始めましょう。最初の質問です。こちらラフラフネームすすきさんからいただきました。うさぎのキャラクターといったら、あーいた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 、よかったよかったよかった、いますね。いや、いっぱいいるんですよ、いっぱいいるんだけど、やっぱ私の中のってちょっと狭すぎるかなとかって思って、ちょっと外に出てこれにしました伝わるかな。では鈴木さんが予想したのはこちらです。ミッフィー。私の答えはミッフィー。おめでとう。早速鈴木さんすごいいい滑り出しですね。ピーターラビットやマイメロとも迷いましたが、という風に言ってて出てこなかったです。それそっか、そうだね。いや、自分が持ってるぬいぐるみがウサちゃんって、もうあれはなんだっけ、マザーグースの森っていうシリーズだったんですけど、今は多分ね別名のあのブランドさんになってて、そこのウサちゃんがいるんですよ。だからそれを言ってくれるかなどうかなとかってちょっと思いながらもミッフィーにしました。おめでとう。では続きまして、ラフラフネームスータさんからいただきました。毎年人気の福袋といったら何の福袋？え、これかな。私なんとちゃんと無印で福缶っていうのを応募してたら当たったんですよ。なんで2022年に応募したのが当たりました。でも予想したのは別の答えを書きましたので、ちょっとスータさんが予想した答えから発表していきます。こちらです。スタバの福袋。私の答えはペラリン、スタバの福袋。みんなすごい、すごいすごい当たってる。いろいろな福袋の開封動画を見るのがこの時期の楽しみです。自分はカード系の福袋に興味があるのですが、みなちゃんは洋服かカフェ系かなと予想しています。とカード系って何ですか？あ、ポケモンカードとか。あー、なるほどなるほど。あ、それも福袋あると楽しいですね。確かに私はでも服のね、福袋って 1,2 回ぐらいしか昔買ったことなくて、で今回無印良品のやつだと、あの2023円で福袋売ってて、福缶っていうのが売ってて、その中に2023円分の、無印さんのプリペイドカードみたいなやつがついてくるのと、全国47都道府県でいろいろ作られる置物、陶器とかの置物がその中にランダムで入ってるっていうので、うさぎがね、やっぱ今年はうさぎ年だから47都道府県の中で結構うさぎ率高かったんですよ。だからうさぎを期待して開けたらですね、亀でした。まあ、悪くないしなもんで、めっちゃ可愛かったんだけど、うさぎだと思ってたからちょっとびっくりした。うん、でもすごいいいものをゲットできました。では続きまして、今日調子いいですね皆さん。ではラフラフネームラジオなしには生きられないさんからいただきました。お雑煮に入っている食材といえば、なるほどなるほど、これね、これ合う気しないけど、はい。ではラジオなしには生きられないさんから答えを発表します。こちら予想した答えはこちら、大根。私はペラリン、鶏肉。残念。いや、これ結構わかりますよね。そもそもさ、お雑煮のね味から結構みんな違うからあれですけど、うちね本当にお餅と鶏肉と三つ葉かな、なんか葉っぱがちょっと乗ってるぐらいしか入ってなくて、おすましスタイルのお雑煮なので割とシンプルなんですよ。だからまあ大根入っててもおかしくないんだけど、具材がそもそもね全然入ってないから、これはなかなか当てるの難しいだろうと思いつつ、やっぱ難しかったですね。大根も美味しそう。では続きまして、ラフラフネームネッコミーさんからいただきました。縁起のいいものといえば、縁起のいいもの、時期ですよね。なんかそういう年を明けてこういうのあったらいいよねみたいなことなのかな。あの、私はこれにしました。その47都道府県というか、いろんな各県からいろいろ置物あった中にこれもあったから、うん、書きました。はい、ではネコミーさんが予想した答えはこちら、だるま。私の答えはペラリン、
招き猫。そうなのよ、だるまか招き猫で悩みました。だるまもありましたし、めちゃくちゃ可愛くて、で、あの猫もやっぱあって、猫って可愛いよねって、うさぎもいいけど猫もいいななんて思ってたからさ。あ、で実際ネコミーさんは自分の部屋に小さいだるまを飾っていらっしゃるということに。はあ、なるほどね、いいですね。ということで以上になります。わ、最初めちゃくちゃ良かったんですけど、今回じゃあトータルして変わったのはこんな感じですかね。スータさんが6段、鈴木さんも6段、おめでとうございます。すごい最初の無双がね、結構印象深かったからどうなるかと思ってはいたんですが、なかなかね、全部全員がね、私も当てることが皆さんと一致することができなかったんだけども、面白かったです今回もね、ありがとうございます。ではここまではことぶきホールを堪能していただきましたが、そろそろホールが閉まる時間になりました。このコーナーでは皆さんからのいろんな質問を引き続きお待ちしております。私ことぶきみなこが言いそうな答えも一緒に書いて送ってくださいね。ようこそことぶきホール、またのお越しをお待ちしております。ことぶきみなこのラフラフ。お送りしてきましたことぶきみなこのラフラフ、そろそろエンディングのお時間です。いや、はるちゃんのバースデー本当におめでとう。33歳ですか。わー、ゾロ目で、あの今回ねステップアゴーゴーをチョイスさせてもらって、あの久しぶりになんだっけミュージックビデオを見たんですよ。めっちゃ可愛いしさ、もういつもなんだけど可愛いんだけど、へそも出してるしさ、ワンピースも着てるしさ、なんかもう可愛いが超詰まってるみたいな。で、私もそのステッパーゴーゴーの振り付けをさせてもらった時って、まあ、全然その時が何年だったかは覚えてないんですけど、なんかぴょんぴょんダンスあったら可愛いなと思って、あのみんなでウォーウォーっていう A メロ B メロのところは、みんなお客さんがウサギになってくれたら可愛いなっていう思いを込めて、通称ウサギダンスとしてですね、あのウォーウォー言う時に口にウォーウォー当てるんじゃなくて、頭の上にぴょんぴょんやるみたいなので、あのダンスを作らせてもらったんですよね。で、はるちゃんもミュージックビデオの中でそれをやってくれてて、うさぎ年の今年こそそれをね、ちょっと皆さんにもやってほしいし、なんかそうやってお披露目してくれる機会とかあったらめちゃくちゃいいのになって思いながら、ワクワク楽しく動画を見ておりました。改めてね、ステッパーゴーゴーいい曲だからさ、本当にその受験シーズンだねっていうお話もしましたけど、今の季節にぴったりな応援ソングだと思いましたので、いっぱい聞いてまた一生懸命頑張ってください。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ大募集中。番組の感想やメッセージなど何でも OK。 裏吹きホールでの私からの質問は、ぴょんと心弾むものといえばです。ワクワクするものや場所、これを見ると心が弾むということを教えてください。皆さんの独特な回答をお待ちしております。みなこプレイリストで募集中のテーマは、癖になっちゃう歌詞フレーズです。意味はわからないけど好きなフレーズ、つい口ずさみたくなる歌詞などなど、何の曲の歌詞なのか、そのフレーズを選んだ理由などを書いて送ってくださいね。メールアドレスはみなこアットマークセカンドショット .jp、 みなこアットマークセカンドショット .jp、 みなこは数字の375です。たくさんのメッセージお待ちしております。そして番組では公式ツイッターやってます。私の直筆コメントをラファエロがアップしてくれますよ。前回のやつ見てくれましたかね。私的にはかなり力作の絵が描けたなって思ってるんで、ちょっと今回のもそういうどんな作品が描けてるか、今喋ってる段階ではまだわかんないんですけども、楽しみにして、ぜひことぶきみなこのラフラフで検索してチェックしてください。よろしくお願いします。そして私からのお知らせ、現在公開中の映画アイカツテンスストーリー未来へのスターウェイに神崎瑞希役で出演しておりますので、ご覧ください。というわけで、そろそろお別れのお時間です。ことぶきみなこのラフラフ、お相手はことぶきみなこでした。またね、ラフラフ。